見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。作家、北原みのりさんの連載、女の話はありがたい。今回は、ジェンダー平等を政策に掲げることについて。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク前新潟県知事で、今回新潟5区から衆議院議員に当選した米山隆一氏のツイートが話題になっている。きっかけは、ジェンダーや気候変動などの左派政策は共産党に任せ、などと野党共闘の今後を分析した政治ライターのツイートだった。米山氏はそれに対し、ジェンダー平等や気候変動も出し続けていいと思います、と反論した上で、出す順番としては、1、福祉、ジェンダー、気候変動だと思います、を一番に打ち出すと、余裕のある人の趣味に見られてしまうので、と記したのだった。今回、ジェンダー平等を大きく謳った野党共闘の選挙結果を受け、ジェンダー平等は票にならない、というような声をネットで見聞きするようになった。米山氏のこの発言についても、間違っていない、一般的な感覚はそうだ、と評価する声も大きい。ジェンダー平等などを言うから野党は勝てなかったのだ、という声もある。まずは福祉。それが良くなれば自然にジェンダー問題も解決するだろう。と、ジェンダー平等を政策に掲げること自体への疑問も少なくない。私は今回の選挙で、野党共闘の候補者たちの凱旋を中心に見てきた。今回、ジェンダー平等は重要なテーマのようにメディアでも報道されてきた。選択的夫婦別姓についての各党の姿勢も、テレビのニュースが報じたのは珍しい。ジェンダー平等には消極的に見える自民党ですら、多様性とジェンダー平等を否定することはできず、維新の政策にもジェンダー平等は入っていた。とはいえ、ジェンダー平等を第一に大きく掲げた候補者は、実はそこまでいなかったのではないか。それこそ野党共闘の候補者の多くは、米山氏の言うよう2番目くらいの位置づけでジェンダー平等を語っていた印象だ。まずは、そしてコロナ対策、時間的、余裕があれば、ジェンダーとか多様性、というものだった、ジェンダー平等に関心の強い候補者であっても、それをどれほどの強度で主張すべきか迷っていた面もある。ジェンダーを声高に言えば、ジェンダーって何?の有権者には響かず、女の子としか考えていないのか、という男性有権者の票を落としかねないからだ。ジェンダー平等を訴えながらも、ジェンダー平等にすれば男性も生きやすくなると、男性への呼びかけを忘れないことも候補者に求められていた。